栃木県の日光東照宮で観光客が熊を目撃したと警察に通報がありました。東照宮は看板を設置し注意を呼びかけています。午前8時過ぎ、日光東照宮の敷地内の重要文化財に指定されている奥宮御宝塔の付近で、観光客の男性が一頭の熊を目撃し、連絡を受けた東照宮の職員が警察に通報しました。熊は体長1メートルほどで、いずれかの方向に立ち去り、男性に怪我はありませんでした。日光東照宮でも券売機のそばに看板を設置し、観光客に注意を呼びかけています。日光市では先月の末から連日熊の目撃情報が寄せられていて、日光市は市内の2カ所に罠を設置するなど対策を取っています。